このメニュー。ありふれた食料を利用して世界最強、2期の前の、おさらい動画行くぞ。なんかクラス丸ごと異世界転移してしまったぞ。なんやかんやで、善良だったナグモはじめくん。だが奴は弾けた。ありふれた食料の、錬成師、で、重火器を作りまくるバトルスタイルを確立するはじめくん。そんなはじめくんの大目的。それは、地球に帰ること。闇落ちする前から、一貫してる思い。ここで帰る方法として、過去の人々、解放者たちが残したダンジョン攻略をする必要がある。ダンジョンをクリアすると、解放者の残した神大魔法を取得することができる。これを集めると地球帰還の手がかりになる。ちなみに、この解放者がありふれ、ゼロの修行キャラ。ダンジョン攻略に挑むのが、はじめくんと愉快なチーレム軍団。こいつはゆえ、しっとり吸血鬼である。こいつはシア。バグっている。こいつはテオ。ケツからパイルバンカー撃たれて新しい世界に目覚めた変態である。こいつはニュー。はじめの娘である。かわいい。こいつは白崎香織。しっとりヒーラーである。こいつはナグモはじめ。はじけリストである。ゆえたちを連れて、ついでに敵じゃないクラスメイトも含めて地球に帰る手段を探して、旅を続けるはじめパーティー。だがこの異世界は、狂った神へ人によって、果てしなき対立争いに巻き込まれているのだ。特に神と敵対する気もなかったはじめではあるが、闇落ちの反動で、立ちはだかる敵はすべてなぎ倒すと決意をみなぎらせる。しかし2期でははじめが、イレギュラーと認定されて、神の軍勢と洗脳された人々とバトルも避けられない。体は闘争を求める。はじめくんは生身アーマードコアだからね。しょうがないね。はじめの友達である人面魚のリーさん。転移した後も生徒たちや異世界の人々を大事に思うアイちゃん先生。そしてアビスゲート教とは、アビスゲート教は、もう一気に出てるんだよな。勇者パーティにいる裏切り者とは何か。どうでもいいけど中村えりちゃん、地味っ子で可愛いよね。僕っ子っぽそう。おっそうだな。というわけで、ありふれは、敵には容赦ないけど、なんだかんだ弱者や困ってる人には、甘いナグモはじめくんと仲間たちが、世界を超えるべく、立ちはだかる敵をなぎ倒して結果的に世界最強になる物語です。2期まで長かったけど、ここで盛り返して、世界最強になって、ゆえの運命をぶち抜くところまでやりきってほしいわね。ご視聴ありがとうございます。